皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、効率よく筋肥大していくための可動域についてお話をさせていただきたいと思います。可動域と言いますと、トレーニングでこう動かす範囲のことを指します。よくね、 SNS なんかではその可動域っていうのはしばしば話題になったりします。よく言われるのがですね、ベンチプレスの可動域とかね、あとはこうスクワットのしゃがみが浅いとかね、結構ですね、そのトレーニングしてる人の間ではその可動域っていうのが話題になったりします。私個人的に考えていることとか、コーチから教わったことなんかをもとに、今私が考えている筋肥大するために一番効果的な可動域についてお話をさせていただければなと思います。可動域については、私はですね、基本的にはフルレンジでトレーニングをするのがいいんではないかと思っています。フルレンジって何かというと、決してですね、なるべく下までウエイトを下げて、なるべく上まで上げるっていうことではないんですね。怪我をしない範囲でなるべく大きく動かす、なおかつ鍛えたい筋肉から負荷が完全に抜けてしまわないような範囲でなるべく大きくウエイトを動かすように心がけていただければなと思います。怪我をしない範囲ってどういうことかと言いますと、特にウエイトを下ろしていく時っていうのは、こう関節とか筋肉にストレッチがかかっていきます。皆さんそれぞれですね、関節とか筋肉の柔軟性って違いますよね。なので下ろせる深さっていうのも人によって違うはずなんですよ。本来ご自身の関節とか筋肉の柔軟性を考えて、ここまでなら下ろしても怪我のリスクが少ないだろうっていうところから、フルレンジでやらなきゃと思って無理やり下に下ろしてしまうと怪我の原因になってしまうということがあります。代表的なものでいきますと、ダンベルフライとかダンベルベンチプレスで下まで下ろしすぎて肩を痛めてしまうとかですね、スクワットで下までしゃがみすぎて腰とか膝を痛めてしまうというようなケースがあったりします。実際に私もスクワットで膝をちょっと痛めてしまったことがありまして、当時ね、教えてもらっていたトレーナーさんに、ちょっと膝が痛いんですっていうふうに相談をして、フォームを見てもらっていたら、ちょっとこう深くまでしゃがみすぎているから、もうちょっとしゃがみを浅くしてもいいんで無理なくやっていきましょうということで、フォームの修正を受けましてですね、そのフォームを修正するための種目なんかも教えていただいたりして、フォームを修正して自分に合った適切な可動域でスクワットをできるようにしました。その結果ですね、痛めた当時よりも今は高重量でやってますけども、膝は全然痛くもないですし、筋肉を大きくできているという実感があったりします。で、こんな感じでですね、深くまで下ろすのが決していいというわけではないので、ご自身の関節とか筋肉の柔軟性を考えた上で、怪我をしない範囲でなるべく下まで下ろすというような考えで動かしていただければなと思います。あとは下ろす時だけではなくて、上げる時なんかもこう注意が必要な種目がいくつかありまして、例えばベンチプレスなんかは上まで上げ切ろうとすると、肩が前に出てしまったりするわけですね。ぐーっと上げてきて、しっかり上げようとすると肩がぐっと前に上がっちゃう。で、この肩が前に出ると肩を痛める危険性がものすごい高くなってしまう。で、上げる時もしっかりね、フォームが保てる範囲でなるべく上まで上げるとかですね、ベンチプレスなんかでこう肘が伸びきってロックしてしまうと大胸筋から負荷が抜けてしまうっていうことはあります。重たいものをね、上げるっていうだけがこう目的の方ならそれでもいいかもしれないんですけども、大胸筋をねしっかり鍛えたい、筋肉を大きくしていきたいっていう方の場合は、伸びきって肘がロックされてしまって大胸筋から負荷が抜けてしまうと、大胸筋への刺激が弱くなってしまって筋肥大の効率が下がってしまうということもあるので、筋肉から負荷がこう抜け切らないような可動域っていうのも、こう特にね、上げていく局面では考えていただけるといいんではないかなと思います。今回はですね、効率よく筋肥大していくための可動域についてのお話をさせていただきました。基本的には大きくウエイトを動かしていただくんですが、下ろす局面ではご自身の柔軟性を考えて、怪我をしない範囲でなるべく下まで下ろす、で上げる時も鍛えたい筋肉から負荷が完全に抜けてしまわないような範囲でしっかり上げるという形で、なるべくね、無理のない範囲で大きく動かすという意識をしていただければなと思います。
います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。